くは、運送会社さんとか、ホテルなど社外のお客様の、車ですね、バスとかトラック大きいのを主にやってます。まあ、この会社はいろんな車をとにかく扱うので、まあ自分が、まあ、この会社にいなかったら触ることは一生ないかなって思う、まあ、例えば消防車の大きいはしご車とか、あのタンク車なんか、そういう特殊な車なんかも触れたりするので、まあ車とちょっと外れたりする知識も結構身についたりするので、その点は良かったかなと思います。沼津って結構地元が好きっていう方も多いと思うんで、まあ地元のバス会社っていうのは、まあ、ね、通勤が近いっていうそういう利点もあるし、まあいつまでも地元に住んでいられるっていうのもあるんで、まあ、そういう点でもおすすめできるかなと思います。今はタクシーの点検や車検、それと一般の方の点検や車検をやっております。ディーラーとの違いは、まあ土日休みの違いと仕事量の多さが結構違うところだと思います。うちの会社ですと、まあ、点検が 4,5 台とかで、まあ、車検が1人1台ぐらいなので、まあディーラーと比べると半分以下って感じの忙しさですかね。残業は少ないです。たまに土曜日出勤の日もあるんですけども、それでも基本土日休みなので、まあ、好きなイベント行ったりサーキット走り行ったりとかもできるので、その辺が結構ディーラーとは違うところかなと思います。就職先を決めるときにいろいろ見てたんで、基本給はそんな変わらなかったので、やっぱ残業の有無の差しかなかったので、そこまで大差はないのかなとは思いますし、土日が主なイベントに参加したいんだったら普通にいい会社なのでありだと思います。今の仕事内容は、基本バスの車検 その内容の組み立てや、まあ、他の班の方の作業のお手伝い、点検作業や、まあ、車検のお手伝いなども今しております。先輩や上司の方々は皆さん優しくて、会社の雰囲気はとてももう和気あいあいとしていて、仕事環境はいいと思います。そうですね、その卒業する前にこう一回会社でインターンシップっていうのがあったので、そこで入ってこういろんな先輩方とこうお話ができたりしてて、少しはだいぶこう不安っていうのは解消されていて、まあ、実際こう入社してバスのその車検班に入った時ももう先輩方も僕のことを覚えてくださっていたので、もう全然こうコミュニケーションもしっかり取れて、その辺はあまり不安はなかったですね。プライベートなことだったりしても、こう先輩方はこう優しく一緒にこうご飯食べに行こうよだったり、一緒にこう遊び行こうよっていろいろ誘ってくれるので、とても本当に優しい先輩方がたくさんいるので、いい会社だなと思います。2011年の春に卒業しまして会社に入社しました。奥さんは喜んでました。でも当初職場とかで、まあ、育休を取ることに関してなんかちょっと自分の方がなんか言われちゃったりするようなことがあるんじゃないかなっていうのを奥さんちょっと心配してて、まあ、実際ないんですけど、そういうことがあるんだったら取得はしなくてもいいですって最初言ってたんですよ。みんな心よく送り出してくれましたね。もうぜひぜひお休みしろと。まあでも取得すればね、たくさん助けてあげられることも多かったんで、取得してよかったなと思ってます。家事の中で大変、まあでも全部大変ですよね。ご飯作ったりもそうだし、掃除洗濯もとても大変です